アジアアフリカ法律諮問機関は1956年に創設された政府間国際機関である。1955年開催のアジアアフリカ会議の成果の一つとして、翌年の1956年11月に誕生した。発足当初はビルマ、セーロン、イラク、インド、インドネシア、日本、シリアの7カ国によって組織され、 現在では47のアジアアフリカ諸国が加盟している。事務局、本部はインドのニューデリー。この機関は主に国際法に関する問題を審議し、韓国を加盟国に対して行う。その他にも国際法委員会において審議中の諸問題を検討し、機関の意見を取りまとめたり、国際法委員会の報告を審議し、加盟国政府に勧告する役割も担っている。 一年に一度、年次総会を開催するほか、ニューデリー本部において、連絡担当官による会議も行う。意思決定に関しては、基本的にはコンセンサスであるが、コンセンサスに達しなかった場合、新規加盟国の承認、特別総会開会の要請などに関しては3分の2の多数で議決となる。これまでの大きな成果としては、難民の地位と保護に関する万国原則の制定。 仲裁裁判所の設置、新たな海洋法原則の創出などが挙げられる。近年では、国連海洋法、難民の地位と保護、パレスチの問題、国際テロ、女性や子供の権利と保護、汚職に対する国際的取り組み、世界貿易と WTO の役割、イスラム諸国における人権、少数民族、文化の保護、国際環境法、国際刑事裁判所、 国内法の海外適用などの国際法適諸問題に関して討議を行っている。アジアアフリカ法律諮問機関加盟国は発足当初加盟国。ありがとうございます。